ゲイリー・マシューズ・ジュニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身の元プロ野球選手、宇藤リョ父のゲイリー・マシューズ・シニアは、1973年に、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得している元メジャーリーガーで、ある。1993年6月3日、ドラフト13巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名を受けた。しかし、すぐに、プロ入りには至らずに、 翌1994年5月25日になって、ようやく契約を結んだ。同年は、ノースウェストリーグのスポケーン・インディアンズに配属され、52試合に出場した。打撃では打率、209.18打点、3盗塁、オプス0.538という成績に終わり、また、出場時愛数を上回る58三振を喫し、ミート面で課題を残した。 守備では51試合で外野を守り4失策、守備率960と不安定だった。また、1試合でセカンドの守りにもついた。1995年、マイナーリーグでのランクを一つ上げ、ミッドウェストリーグのクリントン・ランバー・キングスで1シーズン、プレーした。ランバー・キングスで128試合に出場し、打率238.2本塁打。 40打点という打撃成績を残したほか、盗塁を36回試みて28回成功させ、総力をアピールした。守備面では、ライトを81試合センターを46試合で守ったが、通算9失策、守備率966という成績に終わった。1996年は、A 級カリフォルニアリーグの乱直化門学 X に所属。 123試合に出場して打率、271.7本塁打、54打点という打撃成績を残した。また、2塁打21本、3塁打11本と合わせて39本の長打を放ち、バッティング面で大きく成長した。一方で、前年に高い能力を見せた、走塁面では、投塁25回トライして7回しか成功せず、不安定さが露呈した。 ポジションは引き続きライトがメインで112試合で守備についた。だがトータルで16個もの失策を犯し、守備率が934まで低下した。1997年前年に引き続いてクエイクスに所属し、69試合に出場。バッティング面でさらなる成長ぶりを見せ、打率302.8本塁が40打点、出塁率。 416オプス0.893という見事な打撃成績を残した。走塁面でもやや復活し、10盗塁を決めたほか、3塁打も4本放った。守備面では、センターを38試合とライトを30試合で守り、敬語失策、守備率95、959という成績だった。また、この年は一つランクが、上のサウザンリーグのモービルベイベアーズへの昇格も、 経験。ベーベアーズでは28試合でプレーしたが、打率24。244.2本類が12打点という、低調な成績に終わった。クエイクスとの合計では、97試合の出場で打率。288.10本類が52打点、14、盗塁という成績を記録した。なお、ベーベアーズでの守備成績は、26試合でライトを守ってに失策。 守備率960という成績だった。1998年は1シーズン通じてベーベアーズに所属。出場時合数は72試合に止まったが、打率307.7本類が51打点、11盗塁という好成績をマークした。また、5十三進に対して子球を55個選んで選球眼の良さを発揮し、出塁率は 428という効率だった。走塁面では前日の11投塁に対し、投塁誌はわずかに一つだけであり、成功率は92%だった。守備では68試合で外野を守って、エラーを一つだけに止め、守備率995という成績を残した。1999年はマイナーで最上位のトリプル A 級である。 パシフィックコーストリーグのラスベガススターズに昇格。スターズでは121試合に出場し、打率256.9本塁打、52打点、17盗塁という成績を残した。守備ではセンター専業になり、120試合で守りについた。守備成績は7失策、守備率976という内容だった。なお、この年は、 メジャーデビューも飾った。デビュー戦は6月4日の対シアトルマリナーズ戦で7番ライトでスタメン出場したが2打数無安打に終わった。一方で子球を2つ選びマイナーで見せていた選球眼の良さの一端をアピールした。メジャーでは23試合に出場し打率は222ながら出塁率は378という効率だった。守備面では 外野の全ポジションを守り分け、ライト9試合、レフト6試合、センター2試合で無失策だった。2000年3月23日、ロドニー・マイヤーズとのトレードにより、シカゴ・カブスに移籍した。この年はメジャーでの出番が大幅に増え、80試合でプレーした。打撃面では打率、190と不審だったが、メジャー初本塁打を含む4本塁打を放った。また、 二三塁打三投塁を記録してマイナー時代に発揮していたスピードの能力を垣間見せた。守備ではレフトをメインに守ったがセンターとライトも少しずつ守った。レフトでは二失策を犯し守備率966という成績に終わった。なお同年トリプル A 級のアイオワカブスでも60試合に出場。打率242.5本塁打。 22打点、6盗塁という成績を記録した。守備面では、メジャーではレフトを守る機会が多かったが、マイナーではセンターを39試合、ライトを21試合で、守り、逆に、レフトの守りにつくことはなかった。2ポジションの通算成績は4失策、守備率、970だった。二千一年は、センターのレギュラー格で起用され、百六試合に、 出場したが、打撃面では打率、217.9本塁が30打点という低調な成績に終わった。センターの守備は、88試合で守りについて4、失策、守備率、975.3補殺という成績を記録。また、20試合で、レフト1試合で、ナイトも守ったが、これらにポジションでは、無失策だった。月日、ウェーバーにかけられ、 実質上の戦力外となった。ウェーバーに対してピッツバーグパイレーツが手を挙げ、マシューズはパイレーツに移籍した。ここでもセンターのレギュラーとして起用され、46試合に出場した。打率は245と依然として低打率だったものの、長打の生産ペースが上昇して、長打率が400を超えた。守備ではセンターを44試合で守り、3失策。 守備率、九百七十一点一補殺という成績だった。カブスとの通算打撃成績は、百五十二試合に出場して打率、二二百十七点一四本塁打四十四打点、八盗塁、センターの守備成績は百三十二試合で七失策、守備率、九百七十三点四補殺という内容だった。二千一年度シーズンオフの十二月二十八日、 ニューヨークメッツがパイレーツからマシューズを買い取る形でメッツに移籍した。2002年メッツでは2試合に出場しただけであった。1試合では代打で出場し打席に入ったが無安打だった。またもう1試合ではダイソーのみの出場だったためいずれの試合でも守備につくことはなかった。メッツでダイソーとして試合出場した同4月3日ジョン・ベールとのトレードにより ボルチモア・オリオールズに移籍。オリオールズでは、ライトを中心に、外野の3ポジションを守り分け、外野のレギュラー格として109試合に出場。打率、276.7本塁が38打点という成績を残した。また、持ち前の総力も発揮し、投塁を15個決めた。ちなみに、メッツ時代の1打数を加算すると、打率、275である。 2003年は前年と変わり、センターのレギュラーに定着。41試合に出場したが、打率20。204.2本塁打、20打点という打撃成績に終わり、打撃不振を呈した。また、走塁面も同様に不振であり、投塁に3回挑戦したが、すべて失敗した5月23日、ウェーバー公示された。ウェーバーにより、5月23日に、 フルスのパドレスに復帰した。復帰後は守備位置こそ日替わりながら、コンスタントに出場機会を得て103試合でプレーした。バッティング面では復調し、打率、271.4本塁が22打点という打撃成績を記録。また、総類面でも12盗塁を決めた。オリオールズとの通算では144試合に出場し、 リーグをまたいだものの規定打席を上回る打席を記録。打率248.6本塁が42打点、オプス0.67512盗塁という成績だった。守備面では外野3ポジション合わせてわずか1失策で、守備率996.4補殺という成績を残した。シーズンオフの11月24日、自身3度目となるベーバー工事された。 ウェーバーでアトランタブレーブスに拾われたが、翌2004年4月2日にブレーブスから放出され FA となった。開幕直前の4月8日、テキサスレンジャーズと契約を結んだ。レンジャーズがマシューズを獲得したのは外野の守備力に不安を抱えていたためである。同年は控え外野手として87試合でプレーし、打ー好調を維持。打率。 275.11本塁が36打点、オプス0.8115盗塁という好成績を残し、特にオプスはキャリア初の0.800以上だった。外野の守備は、ライトを66試合センターを30試合、レフトを3試合で守った。ライトでは2失策を犯したが、DRS は2という数値を記録して、平均以上の守備力を発揮。 センターは無失策 DRS5 という成績でライトの守備よりも安定感を見せた。この活躍ぶりはレギュラー各のレーンスニックスの不振をカバーする見事な内容であり、それを評価されてレンジャーズと契約延長することになった。なお2004年はマイナーでもプレーした。トリプル A 級のオクラホーマレッドホークスで38試合に出場し打率。ダリズ 324.9本塁打、36打点、オプス1.037という見事な成績を記録。猛打を振るって格の違いを見せつけた。守備面では37試合でガイアを守りに失策。守備率、971という成績を残した。2005年は、ニックスのみならずリチャード・ヒダルゴも不振に陥ったため、センターのレギュラー格の座をほぼ手中に収めた。 この年は131試合に出場し、規定打席に到達した。打撃面では打率こそ255に低下したものの、自己最多の17本類が55打点という成績を記録し、前年に開花したパワーがまぐれでないことを証明した。なお、1番や8番で起用される機会が多かったが、1番では打率、242.8番では打率。 279という成績で、下位打線の方が適性を見せた。センターの守備では、失策はやや多く守備率が、981だったものの、5補殺という成績をマーク。リフトは5試合で守りについた。マイナーでは、フリスコラフライダーズで1試合のみの出場だった。2006年は一番打者として、自己最高の打率、3 1 3 1 0に得点を記録。 オールスターに初めて選出され、9月13日のデトロイトタイガース戦ではサイクルアンダを記録。2006年11月23日に5年総額5000万ドルでロサンゼルス・エンゼルスと契約。1年しか活躍していないため課題評価という声もあった。2007年は前半戦で打率279を記録したが、後半戦の打率は211。 シーズン終了後には、ミッチェル報告書で不正薬物使用の疑惑があると記載された。2008年は、トリーハンターの加入に伴い出場機会が減少。打率は2割5分を下回った。ニューヨークメッツ時代2010年1月22日に、ブライアン・ストークスとのトレードで、ニューヨークメッツへ移籍。6月4日に、ィーフとなり、6月15日に放出された。 2010年6月23日に新品ィレッツとマイナー契約を結んだが7月24日に FA となった。ありがとうございます。